いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃあ、ごよ。準備はいいですか？良いのかフィン、こうも堂々と行動して。対応に追われとるギルドはともかく、クノッソスに潜む連中にわしらの動きが気づかれるぞ。隠れて行動しても地の利は向こうにある。ならあからさまに姿を見せて僕たちを意識させた方がいい。敵に牽制をかけるということか。しかしそれでは余計にクノッソスに引きこもるのではないか。少なくとも警戒はしてくれるだろう。もし敵が神イシュタルの鍵をまだ回収できていないのなら、今回の僕たちの夫人は鍵を入手したがゆえの大攻勢と誤認する可能性もある。そして敵が僕たちを警戒してくれるなら、クノッソス内部の事態に人員を割けなくなる。ダンジョン内での大移動、ひいては地上進出を懸念された武装したモンスターたちは18階層から動いていない。これは希望的観測に過ぎないが、もし武装したモンスターの狙いもクノッソスだとしたら、面白いことになるだろうね。それに僕たち以外の冒険者が見えるのもクノッソス周域が慌ただしくなっている裏付けになっている。くっそー、なんでブレイバーたちがいるんだよ。神イケロスがここに潜伏してるって情報掴んだのか？そうじゃなくてもこの人権確信して動いてるだろう。怖えよブレイバー。それにヤバいよヘルメス様、早く星を抑えないと私たちが隠してることもバレちまう。見つからない。フィンの話だと何か出てくるかもって言ってたけど、あの人はさすがに出てこない。想像しいね。今日のダイダロス通りは、あ、あたりを見張ってるわ。神を見つければ堂々と追っかけてくるわ。まったく旗迷惑な連中さ。ペニア様、何か探し物かい？それとも盗み？都市の混乱に乗じてやってきたなら、いい根性してるじゃないか。何か喋んな。私自ら話しかけてあげてるんだよ。まったく、人形みたいな綺麗な顔しちゃってさ。ペニア様は今何を？質問を質問で返すのかい？うわ、やだやだ。ロキは全く教育ってもんをしてないね。こんな小娘がもしファミリアにいたら、私はすぐに追い出すよ。誰も私の眷属になんかなりたがらないけどね。今起こってる事件の調べ物をここでしてます。探し物があるんじゃないかって。
そうかい。私の方はただの散歩さ。最近、ダイダラス通りで変なことはありませんか？変なこと？例えば？怪しい人がいるとか。ここはスラムで、都市の中の声だめさ。牢石を働く冒険者崩れとか、バカそうな連中なんてそこら中に。モンスターとか、イビルスとか。何か知りませんか？知らないね。ねえ、ケンキ。お前さんはこのダイダロス通りをどう思う？おかしなところ。複雑で、ダンジョンみたいで、都市の中で、一番変。おお、それで？あとは、都市の中で、一番貧しい。私からすれば、潤いすぎてるよ。こんな綺麗なスラムがあるもんか。段差が多くて足が疲れる。アリアドネがないと迷っちまう。そんな不自由はあるけど、些細なことさ。親もいないガキどもだって、汚い身なりで笑いながら走り回ってる。誰だか知らない女神が援助しているらしいが。慈愛だの、助け合いだの。この声だめにもそんなものがはびこってるよ。オラリオ自体がそうだけどね。ここは幸せすぎる。幸せ？キラキラした連中がもっとキラキラする。逆に美しく輝いていなければいけない、そんな空気がある。私みたいな奴は息が詰まりそうで、生きにくいって。昔の方が良かったよ。モンスターどもが暴れる時代は、みんな不幸せで。そして今以上に輝いていた。今の腐り切った輝きとは違う。そう、製品。贅肉のない心はなんて尊いことか。下界の住人はね、過酷の中でこそ輝く。私が司る貧窮なんてのもその一端さ。似たような話を誰かとしたような気がしたが、どこのドイツだったかね。ヒンクはもう少しあってもいい。そんなことない。ん？昔がモンスターが暴れていた時代が良かったなんて絶対にありえない。神と人の価値観の相違ってやつかね。こういうのも面白い。まあ、神々なんて知った風な口を聞く高慢ちきな連中さ。今を必死に生きるお前たちからすれば、見当違いにも、理不尽にも聞こえるだろうよ。それでいいさ。それがいい。おやおや、
化け物の鳴き声かい？ひょっとしてあんたたちの探し物じゃないかい？必死に生きな。何が待ち受けていようとも、それが神には真似できない、お前たち下界の住人の在り方なんだから。どけ！出たか。存分に暴れるとしよう。必ず手に入れてみせる。力に。わしらより早く来とった者がおるか。あら、あれってアルゴノート君だ。またあのウサギ野郎か。まだ住民たちの身に被害は及んでいないようだな。ビーブル、例の有力なモンスターとも合致するか。まだ不可解なことはあるが、今は。団長、あのモンスターは？額の石がなくなっている。暴走状態だ。ギルドに引き渡すのは死骸で構わない。早急に処理する。ベル。ちょっと、何よあれ。アルゴノト君、わしの目の錯覚か、あれは。フィン、何のつもりかな。何をしているの。このビーブルは僕の獲物だ。お疲れ様です。やりましたね。おのおの油断なさらないよう。このビーブルは僕の獲物だ。だから手を出すな。どういうわけ。冒険者の間でモンスターを横取りするのはルール違反。おお、ビーブルってレアモンスターだね。そういえば。ふざけやがって。
それもダンジョンの中の話だろうが、こんなところにまで持ち込んでくるんじゃねえっての。子供のわがままに付き合う必要はない。あのビーブルを追跡しろ。武装したモンスター行くね。分かってるわよ。アイズ、君はここに残れ。何かあるの？ああ、親指が少しね、気になることがある。武装したモンスターは可能な限り生け捕りにしろ。生け捕り？しっ、そういうこと言いつきやがって。私も力に。行きます。私のものだ。ただのリザードマンじゃないみたいね。暗黒の時代を覆す光に。なんて。ここはてめえらがのさばっていい場所じゃねえ。モンスターのくせに随分まともな面してるじゃねえか。だが化け物は死ねえ。チャー！使いにくいな。なんだろう、このモンスターの腕。お、フレームロックの亜種？知るけ！そうそう、こういうの待ってたんだよ。暗黒の時代を覆す光に。トミはいろんなことを教えてくれる。モンスターをかばってる。あ
ありえない。モンスターが助け合い、そんなわけ。みんなは、フィンは気づいてるの？ベルはどうして？これもまた一時の夢。なーに、最後まで付き合ってやる。黒いミノタウロス。この調子に乗ってんじゃねえぜ。ひき肉にしてやる、この牛野郎。リベリア決壊。ミアシルヒーム、生け捕りはもういい。やれ、アイズ。わかった。テンペスト。エアリエル。なんて強い、なんて怖い、なんて恐ろしい。そうだ、これがモンスター。存分に暴れるとしよう。さあ、喜劇を始めましょう。強く。よかった。私は何も間違っていない。モンスターは殺さなくちゃいけない。これもまた一時の夢。ここで会ったのも何かの縁だ。
レフィーア、急げ！ビーブルを見失うぞ。ルーキーの野郎、あんな奴だったのか。こんな時に金儲けなんてふざけてるわ。何を考えているんですか、あのヒューマン。金儲けを企む意地汚い冒険者、ありえるわけないじゃないですか、あのスーパースケコマシヒューマンが。だからきっと何かがある、あんなことをしなきゃいけなかった何かが。もうどうして私があなたのことを心配しなくちゃいけないんですか。いたぞ、他の冒険者も来てる。俺たちが接近して回り込む。レフィア、お前は詠唱してここから撃て。はい。ファイアボルト！魔法を撃った、冒険者相手に。やっ、危ねえ。ちょっと本気、ふざけんなよ。しなさい、リトルルーキー。な、なに、ゴー。何のつもり、何をしているの。そんなことをしたらあなたが。リトルルーキー、てめえ血迷いやがったか。そんなにドロップアイテムが欲しいのか、クソ野郎。存分に暴れるとしよう。行きます。私のものだ。ベルクロネル、何をしているんですか。無視ですか。待ちなさい、答えなさい。なんで、なんで。なんでそんなに苦しそうなんですか。こっちを見て、訳を話して。じゃないと何もわからない。地上の光、聖木の湯柄、何時弓の名手なり。やめてください。無茶を言わないで。今あのモンスターを取り逃せば、あなただって悲惨な未来を迎える。狙撃せよ、妖精の射手、うがて必中の矢。車線に割り込んだ。あ、アリオ。
どうして、なんで、そうまでしてあなたはモンスターをかばっているんですか。待ちなさい、ベルクラネル。わけを、事情を説明しなさい。報酬はこちらに。お気をつけていってらっしゃいませ。神イケロス、繰り返すが時間がない。僕たちの質問に答えてくれ。って言ってもよ、お前たちクノストスのこと知ってたんだろう。俺が話すことなんてねえんじゃねえか。今はギルドも大騒ぎになっとるけど、連中が来たら自分はお縄や、引っかき回すこともできんくなる。ここでゲロっとけ。そう睨むなよロキ。それに引っかき回すなんて心外だぜ。私も力に。必ず手に入れてみせる。単刀直入に聞く。あなたはクノストスの鍵を持っているか。持ってねえ。本当だ。イビルス残党の規模は、いくつのファミリアが存在する。知らねえ。タナトスの元に集まった寄せ集めだからな。俺は寝床代わりにクノストスを利用してただけだし、すれ違うくらいで興味もなかった。ただファミリアの単位で考えるならタナトスの派閥だけだろうな。その方向、ここでついえると知れ。来ます。私のものだ。エニオ、そう名乗っとるやつに覚えはあるくん。ああ、エニオ、覚えがないぜ。そんなふざけたことを抜かす神なんざ。知らんばっかりやないか。なんでイビルスの連中に加担しとったんや。なりゆきだな。俺が知ってるのはダイダロスの子孫が千年かけて執念で作り上げた代物ってことくらいだ。お、来るのか。行きます。私のものだ。あの魔窟の成り立ちは理解した。ではダイダロスの一族を魅了し狂気に駆り立ててきたというその手記の在りかは。クノストスを網羅する設計図はどこにある。ブレイバー、お前本当にあの馬鹿げた迷宮を攻略するつもりでいるんだな。俺は持ってね。本当だ。持ってたのはディックスさ。恩恵の反応が消えたってことはもう死んじまったんだろう。誰かが持ち去ったか、あるいはクノストスのどこかに落ちてるかもしれねえな。
神イケロス、最後の質問だ。武装したモンスター、あれは一体何だ？なんだってなんだよ。お前は何が聞きてえんだ？感情があるのか、知性ではなく知能があるのか、共同体を形成しているのか。あのモンスターは僕たち人類と意思疎通が可能なのか。わからねえ。俺が檻に捕まっていたモンスターに喋りかけようが手を振ろうが連中はなんも答えちゃくれなかった。ヘスティアファミリア、ベルクラネルとあのモンスターたちの関係は？さあ、あのビーブルと仲良くでもなっちまったんじゃねえか。デフィア、今ヘスティアファミリアの監視中なんだ。しっかりしてくれ。しっかり見張ってます。いや、そういうことじゃなくて、このいたたまれない空気をだな。クルスさん、レフィアのやつどうしたんですか？あの事件から様子が変じゃないですか？俺もわからん。身にまとうオーラが恐ろしくて聞けない。エーリンママよ。おい、レフィア、いい加減にしろ。レフィア、何をそんなに怒ってるんだ。いい加減話せ。別に怒ってなんかいません。ならその仏頂面を何とかしろ。だって私が、私たちロキファミリアが悪役みたいじゃないですか。あのヒューマンは何も話そうとしませんし、だから私だって何もわからない。レフィア、どこに行くんだ？出てきなさい、出てこい。いるのは分かっています。早くさっさと私の前に現れなさい、ベルクラネル。どちら様でございますか？卑劣な男。ベルクラネルを出してください。いるのは分かっています。今ベル様はご体調が優れないでいて、ご用事でしたら私が受けたまわります。ベルクラネル、私と会って全て説明しなさーい。くぅー、春姫殿、お逃げください。やはり問答無用の実力行使、リリの勘は当たっていました。これだから冒険者は信用ならないのでしょう。ピー、そんなこと言ってる場合か。早く締めなさい。ベル君を守るんだ。わっ、こら、ベルクラネル、卑怯者、出てきなさい。ちゃんと説明しなさい。
何やってんだよレフィア。あなた本当にエルフなの？リベリア様が泣くわよ。ロキファミリア、何やってんだよ、怖えよ。サウザンドエルフ、本当やべえよ。ベルクラネル！帰ったか。